はいどうも、スプラッシュ岡田です。ボンズ TV でございます。やってきましたよ。私の母校近畿大学でございます。近大前という感じですね。後ろに見えてます赤門、ここからこの通りが親不孝通り、近大赤門前でございます。この先ずっと歩いていくと近鉄の長瀬駅があります。いずれはやってみたかったんですよ、近畿大学周辺散策。ただですね、近畿大学の中はさすがに映すことはできませんので、学生通りの周辺を少し散策して皆様にお届けしたいなと思います。昔からある名店が目の前にありますので、早速そこをご紹介したいと思います。はい、ということで早速なんですけど、こちらですね、もう近大の学生さんのお腹を満たすといったらこちら、焼きマンさんでございます。あの阪神の佐藤輝こと佐藤輝明選手も通っていたということで、すごくパワーがつく丼のお店です。ここですね、この丼のメニュー、ちょ今ちょうど撮らせてもらってもいいってことだったんで映させてもらってます。あのすごい出たがりですか。ありがとうございます。え、おすすめどれですか。よく売れてるのはここですか。焼きそば。焼きそば、焼きそばも美味しいですもんね。うま煮丼とかもあれですもんね。いや、よく食べましたよ。しかも僕のこと知ってるんですよね。弟の同級生。同級生。ありがとうございます。超ボリューミー。きた、これ、これっすね。あ、なんかガールズとかできてるじゃないですか。そうですね、最近できたんで。ガール、あ、そうなんですね。で、このデラ丼ですよ。めちゃめちゃ多いのに650円ってめちゃめちゃ安いですよね。そうです。1キロ超えぐらい。1キロ、あ、そんなにありましたっけ。いや、もう昔僕も食べてましたけど、そんなあったかなっていう。食えない。マジですか。僕も食えない。いっぱい、めっちゃ気になりますね。松屋を目の前に、優雅に。ビタミン炭酸マッチです。来ました、こちらです。ちょっと大きさが分かるかな、そう、比較するものがないんであるんですけど、結構なボリュームですよこれ。はい、こちら甘辛煮ですね。いただきます。うわ懐かしい、そしてうまい。卵のこれがまたいい、卵の感じめちゃめちゃいいです。懐かしいし最高です。キムチでお口直し、うん、マジでいい。あざっす。まさか弟の同級生と思ってた。僕でも今社員として。社員でよ。ありがとうございます。はい、今日撮らせていただきまして。はい、あ、すいません。あざっす。お疲れ様です。僕ちょっと、ナナタンっていう名前で YouTube やらせてもらってます。あ、宣伝ですか。はい。いきなり。いいですか。すいません。僕のやつ見てくれてるんですよね。そうですね。僕も夫婦が。夫婦が大好き。ちょっともう一回、4日連続で行ったことあって僕。なかなかの夫婦類ですね。そうです。チャンネル名これなんで。うん。うん、漢字なんでカタカナのタンで7タン、はい、これとかもうめちゃくちゃ面白いんで。あ、なんすかこれ。これはコシパンレベル100って言って。あ、そうなんですか。もう絶対後悔しないんで見たらもう、うん、お願いします。うん、わかりました。ありがとうございます。この辺でおすすめの店とかありますか。この辺やったらやっぱり伏せ店とか。フードの店聞いてるんじゃないですか。飲食店の話です。飲食店ですか。 GB っすね。あー、 GB ですね。そうそうそう、いや、そこいいとこっすよね。そうそう、わかりました。ありがとうございます。こんな感じです。ありがとうございます。はい、ということで次はこちらですね。何が有名かというと、ハンバーガーのお店なんですけど、はい、これですね、バーガーのタワーです。続きましては一旦あちらの方に戻って、あちら駅の方に向かっていきたいと思います。この共同家さんも結構長いです。昔はここアウトバーン、ゲームセンターやったんですけどね、残念ながらつい最近なくなってしまったみたいです。ヤクモさん、こちらの定食とかはめちゃめちゃ美味しいです。これを曲がった先の喫茶店がまたデカ盛りの店があるんですよね。こちらの喫茶店に近代パフェなるものがあります。これですね、乗りながら近鉄長瀬駅の方に向かいたいと思います。近代生の飲みといえばこのウッドビエッジさんですね。僕らが学生の頃の間人気だったのがこのこちらのラーメン、希望新風ですね。そして最近この周りで増えてるのが僕らのきらめきさん、こちらは新しいお店さんですね。奥のお店さんは結構昔からある渋いお店さんが多いんですけど、昔はここも飲み屋が入ったんですけど、なくなってしまいましたね。残念です。寺前さん、こちらももう長いことありますね。かなり人気なお店さんでございますね。こちら古本であったり、この古着屋さんも結構ありますね。こちらがですね、先ほどおすすめいただいた GB's カフェさんです。学生の飲みといえばここという、そういうお店さんですね。さあ、まだまだ長瀬駅までは続きます。人気なのはこちら、はい、麺屋清流さんです。
こちら御用さんですね。こちらの思い出は名物鶏天チーズカレーうどん、これがハイカロリーで、昔こちらを1食食べただけで2キロ増えるという超ハイカロリーメニューでございます。ただめちゃめちゃうまいです。おそらくここがラストですかね。僕が大好きなラーメン屋、麺屋セミさん、リボーラー、リボつけ、煮干し系の出汁が美味しいお店さんです。はい、やってました。こちら近鉄長瀬駅です。多いですね、乗降車というんですか。いや、はい、ということで近代赤門前からこちらまで歩いてきました。活気戻ってきて、もういい感じになってるなと、学生は学生の良さがあるなというようなところでございますね。僕の恩師である先生とか、今現在近畿大学で勤めている知り合いや友達、今回お会いすることはできなかったんですけど、僕の過去を知っている方々のお話とかも、もし興味持っていただける方がいらっしゃるんだったら、またいずれお届けしたいなと思います。というわけで近畿大学近代前通りからは以上です。この後ね、ボンズ TV ということで、ボンズカジノさん、今回はジョイカジノさんですね、そちらのご紹介の方をさせていただきますので、皆様よろしくお願いします。はい、ということでいかがでしたでしょうか。近畿大学周辺散策ですね。今からは前回のスポーツベットの結果発表でございます。前回大谷選手が所属するロサンゼルスエンゼルスの勝ちにベットしましたが、その結果がどうなったのかということでございます。はい、こちらですね、スポーツベットの、はい、ページですね。マイベット、こちらですね、こちらを押していただくと見れることができます。はい、こちらですね、 1.7 倍、1000が1700まで上がったような感じですね。ロサンゼルスエンゼルスの勝ちです。今回はね、動画の中で阪神の佐藤輝明選手の名前が出たので、東北楽天ゴールデンイーグルス対阪神タイガース、こちらの試合を見ていきたいと思います。そして、まあ、こちらはね、今回は阪神の方にベットしたいなと思います。1000ベット OK です。阪神勝てば1620になるということでございます。はい、この結果をまた次週お届けする形になるんですけど、今回は日本のプロ野球、阪神の方にベットさせていただきました。ゲームの方をご興味持っていただいている方は、概要欄の方から覗いていただいて、ぜひよろしくお願いします。というわけで、今回もボンズ TV をお届けしました。また来週お会いしましょう。お疲れ様です。